さんこんにちは、だーちゃんです。今回ですね、ちょ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 んと、はい、ヒイラギとベルのカトラリーケースを作ります。でですね、まあこんな感じでまたスプーンをこういう風に入れれます。でですね、まあここをね、このようにまたこういう風にね広げたりするして飾ることも、このまま壁面飾りにもできますし、ガーランドにもできます。今回もよろしくお願いします。始めましょう。はい、では折りたいと思います。では黄色を上にして三角に半分に折ります。開いて回転させて三角にまた半分に折ります。よいしょ。はい、開いて裏返して今度は四角に半分に折ります。開いて回転させてまた四角に半分に折ります。では両手で両端を持ちまして、このように寄せながら折りたたんで真ん中と端をしっかり折ります。はい、ではこの下のペラペラを一度このように3センチばかり折ります。はい、では反対に裏側へ折り込みます。では今度はこちらをちょっと裏返ひっくり返しますね。たらここを一回折ります。でこちらも一回折ります。このように開きまして、開いてこのままこう折るんじゃなくって、開いて潰し折るんじゃなくてちょっとこう斜めにします。こういう感じで、でこちらも同じようにちょっと裏返しますね、ひっくり返しますね。こちらも同じようにこういう感じでちょっとまた戻しますね。で折ります。はい、では少しこちらまたこのように斜めにこういう感じで折ります。でこちらも同じように折ります。はい、ではこちらも少しここへ重なるように一回折りまして、ちょっと一回こちらへ向けますね、入れ込みます。でこちらもこの裏側へこう斜めに、ここを支点に斜めに折ります。でこちらも同じように折ります。こういう感じにします。はい、ではここを裏返して斜めにまたこういう感じで折ります。ここが 1.5 センチかな。こちらも同じように折ります。たらこういう風になります。はい、では裏返して少しここは2センチぐらい折ります。でここをまた5ミリほどで下へ折り戻します。こうなりますね。はい、ではこの角も少しまた折ります。こういう感じになります。はい、では裏返しましてこちら、よいしょ、またお好みのマスキングテープを使ってこのように貼り合わせていきます。ここをね、よいしょ、あれ
よいしょ。で、こちらも貼ります。後ろはこんな感じかな。おっとと、消えた。はい、前へ向けるんですけど、ここはもうのりで、よいしょ、のりでつけます。まあここものり付けできればします。この辺にこういうふうに16ミリの丸シールを貼ります。でですね、まあこのままでもいいんですけどね、もしこういう感じで、こういう感じでシワをつけるとよりちょっと葉っぱらしくなると思います。はい、できました。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。